今日行われたのは金丸川池町川浸水対策重点地域緊急事業の起工式です。久留米市長や県議など事業関係者が工事の安全を祈願しました。筑後川支流の金丸川と池町川流域では2018年の西日本豪雨をはじめ大雨による浸水被害が頻発しています。国と福岡県久留米市は2024年度までに護岸のかさ上げや放水路地下調節池の整備などを行い浸水被害の軽減を図る計画です。